はい、レオンチャンネルです。ジオの発表と同時に告知があった SH フィギュアーズの新企画の平成ライダーズライジングプロジェクト、これの第1弾が24日に発表がありますよっていう告知があって、でどういうものが結局発表されたかというと、僕の予想はキバの真骨頂とかが早速来るんじゃないみたいなこと言ってましたけど、結果としては仮面ライダーキックスバージョンのアーツが発売でございます。僕もまだ詳細を見てないんですが、ライドウォッチ型の台座が付属のリニューアル版じゃなくって再販版ですよね。なので一部パーツ、台座が、専用台座が加わった1号ライダーたちのアーツが再販と。なるほど、これは一通り持ってる僕としてはまあいいかなまあでも一部1号ライダーのアーツって手に入れづらいものもあるから、エグゼードレベル2とかって今全然もう手に入りませんよね。あとブレードとかもそうかな。ファイズとかね、今見るとやっぱ古いよ。アーツの造形としてファイズとか電王とか龍騎は意外とね全然古さ感じないんだけど、むしろあんなにすごかったガイムですら今見るとちょっとね古さ感じる。それくらい最近のビルドとかすごいんだけど、まあでもビルドはね色があれだからな。第1弾として発表されたのはこの8体で、ファイズ、ビルド、ブレイド、エグゼイド、ドライブ、電王、ガイム、リュウキ。個人的に全部持ってる僕としてはおすすめ度としてはドライブ、エグゼイド、この2人が同率1位で、とんでもないアーツの出来ですから。エグゼイドは相変わらずサンプル画像だと微妙な感じなんですけど、実際見るとめちゃくちゃいい。そしてドライブもずっと飾りっぱなしですごい気に入ってますから、これおすすめだな。でラビタンに関してはね高いのよ。てか全部5400円で高めなんだよね。だってこれ新品の時に2000円台で買えたから特別定価でね。それ以外は変わってでませんよね。色のリニューアルが入ってるとかそういうことないもんね。ライドウォッチ型の台座が付属としか書いてませんから、まあシンプルな再販なんでしょう。まあライドウォッチはデラックス版のねあっちの普通の方を買うから、僕はこの平成キックスシリーズはまあいいかなと。持ってなくって高額になってるプレネ化しちゃってる1号ライダーとしてはいいと思います。てかいつまで牙はぶられちゃうの。そしてプレ版もポッピーをポチったばかりですが、今日24日にまた新たなライダー系のフィギュアが予約開始になってて、はるかの SIC、 先にジンさんが来たけどはるかやっと来た。今回はアマゾン限定版ないのかな。アマゾンオメガ SIC、 おーすげえ。はるかのアマゾン隊とアマゾンオメガをミックスしたような見た目になってて、てかほぼほぼアマゾン隊じゃん。まあ、はるか推しの僕としては買うんだけど、いいな、アマゾン隊と仮面ライダーのこの中間の感じ。すげえ。僕は人間だあの一期の頃のさ、迷うはるかも良かったわけよ。二期の強いはるかも良かったけど。24日の夕方から発売、予約開始になってて、3月発送、ポッピーと一緒だね。とりあえず予約しよう。はい、レオンチャンネル、SIC 仮面ライダーアマゾンオメガをポチりました。で新校長のトドロキも来た。前にいぶきさんがあって、あ、いぶきさんちょうど明日とかに届くかな。これで基本3ライダーが揃うような形ですね。トドロキもかっこいいよね。キャラ的にはちょっとね頼りない部分があったけど、見た目この一本角の鬼の見た目すごいかっこいい。でこうやって3体並べることでメイン3ライダーが完成しますし、このボディカラーとか相変わらずすごい凝ってるんだろうな。いくらするんだっけ。7020円、真骨頂ってか最近のアーツだとそんな感じっすよね。てか響きの音劇武器のレビューも一気に終わらせようと思ったけど途中で止まっちゃった。1月発送早い。ではポチりましょう。はい、レオンチャンネル、真骨頂仮面ライダー轟をポチりました。フュージョンカードのコンプセットもちょうどねさっき到着したのでまたレビューしたいと思いますが、フュージョンカードのコンプリートセット EX、 これはなんだ、スペシャルラインナップのフュージョンカードが全32種類で、あ、なるほどね、 DCD 系の
派生フュージョンアップとかを全部含めたカードが入ってるわけだ。テレビ本編とは違う視点のコンプセットってわけね。へえ。ブラザーズマントを羽織った6兄弟カード付属、めっちゃかっこいいんだけど、ポーズ自体はいつものウルトラ6兄弟と変わんないけど、上からブラザーズマントのイラストをかぶせてあるんだ。わーすげー。さらにガイのウルトラヒーロー大研究、あ、最後のねエンディングのねカード13種類収録で、アグルとエイティもいますね。買う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 。僕 DCD そこまでやれてないから、こんなんめっちゃ嬉しい。発送は1月です。これも今日から予約開始ですね。はい、レオンチャンネルフュージョンカードコンプリートセット EX をポチりました。あとはこれかな、カプセルラバーマスコットコンプセット、大好評のカプセルラバーマスコットがプレ版に登場。おー、僕がコンプセットで買ったやつだ。一般販売でね、仮面ライダービルドに登場した全18種。あ、すごい、サワさんいるよ。あ、しかも玄徳の仲間になった後バージョンとか、うつみさんならばあなたに忠誠を誓おうのうつみさんとか佐藤太郎。これでもラバストのベースカラーが黒から赤に変わってるんだ。ちょっとそれ余計じゃない？普通に黒で良かったと思うんだけど。で、ミソラもミーターン状態からミソラに変わってる、普通の部屋着状態。で、イスルリ総一と。で、さらにライダーが、グリスブリザードいるし。で、ジーニアスいるし。クローズマグマいて、サンバガラス、ラビタン、マッドローグ、ナイトローグ、ローグがはぶられてるから、ここか、シクレも収録。でも普通に考えたらローグだけど、シクレにする、あ、シクレにするってことはあれか、仮面割れのローグかもしかして。さらに、あ、クローズビルドも入ってると。へえ、高い高いわ、5400円か。大丈夫っす、これは。まあ、もしかしてこれ持ってなかったらガシャポン版ね、欲しいなって思うかもしれないけど、ガシャポン版でね、もう十分満足してるし、変わんないんだよね。セントとかバンジョーとかカズミンとか同じものが入ってますね。ただサワさんとか部屋着バージョンのミソラとかうつみさんとかさ、いいけどね。焼肉太郎もね入ってるし、これはスルー。それと新情報としては、仮面ライダーおもちゃウェブのここライドウォッチシリーズのところで、ライドウォッチのレジェンドライダー系が一気に全部公開されて、てかこれはね、もうテレビくんに全部載ってたんだけど、ビルドライドウォッチ、エグゼードライドウォッチ、ゴーストライドウォッチ、今回のレジェンドアイテムやっぱかっこいいわ。ドライブライドウォッチ、なんかプレ版限定アイテムみたいな感じにも見えるけど、テレビ本編にがっつり登場するっぽいっすよね。ガイム、ウィザード、フォーゼ、オーズ、色いいね、ガシャットっぽい。ダブル、キバー、デン、オー、カブト、ヒビキ、ブレイド、ファイズ、リュウキ、アギト、クーガー。やっぱアギトとクーガーはちょっと似ちゃうね。あとおもちゃウェブにページがあったから危ない。忘れるとこだった。25日の朝10時からグリースのライドウォッチプレ版限定で予約開始になるんだ。しかもこれもうページのトップに二次受注の可能性がありますって書いてありますから、要は速攻で買わないとなくなるってことっすよね。アーマータイム、ロボットゼリー、グリスで、遊び方としては普通のライドウォッチと変わりませんが、ビルド系はいきなりキャンペーンのクローズも合わせるとサンライダー全部揃うような形ですね。そうなるとどこかでローグも入れてほしいところ。1620円です。2個ぐらい買っとこうかな。ってことで、グリスライドウォッチも含めた今回ポチった商品は概要欄に貼っておきますので、詳細はそちらからご確認ください。以上、レオンチャンネルのポチりました動画でした。